ニコ生面白かったよって。そうなんですよ、昨日ニコ生さんでシチューチャンネルと YNN さんのコラボでね、良きでした。見たって、嬉しい、めっちゃ楽しかったですよ。またコラボできるといいねって。なんか関ジャムってやつは難しすぎたんですけど、モルックめっちゃ楽しかったかも。あの白飛びリングライト消した方が良き説。あ、意味ない。普通スプーンを抱きかかえると、うん、こんばんは。めっちゃね、なんかね、そう、昨日はそんな感じで帰ったのめっちゃ遅かったよね。そう、めっちゃ眠くて爆睡してました。そう、広島かい、そう、その日のうちに、そう、飛び出しで、なんか本当はよくわかんないんですけど、終電で帰りたいみたいな言ってたんですよ。串カツ食べたいってみんなで言ってて、でもなんか終わったのが8時半に生放送が終わって、で出たのが結局新幹線の時間で行けなくて、でなんか出たのが会場とかを9時過ぎとかに出て、そしたらなんかスタッフさんがね、私たちがすごい大阪名物食べたい食べたいって言ってて、そしたらなんか蓬莱、551の蓬莱のいろんな店舗を待ってくださったんですけど、祝日だったのかな、わかんないんですけど、あ、時間かな、なんかやってなかったらしくて、そうで、やってなかったんですよ、もう時間で多分食べれなくて、わなかも食べれなくて、でそれはなんか普通に間に合わなくて、で新大阪行って、新大阪のククルっていうたこ焼き屋さんがあるんですけど、そこももう閉まっちゃってて9時で多分で全部なくて、でお弁当買おう、駅弁買いたいって言っても、駅弁も全部売り切れで、そう、売ってなくて、全部なくて、で中のククルがあるんですよ、なんか新大阪の中にあのフードコートみたいな場所があって、そうそう、でそこはなんかラスト 2箱だったんですよ、2箱、
それをゲットできたんですよ。そう、それで閉店でした、ククル。そう、めっちゃ奇跡的に食べれました。ラスト2つですって、めっちゃ嬉しかった。そう、それを分けて食べました。そう、美味しかった。お疲れ様やねんて。せやねん。なかなか。お土産買う時間もなかった。お土産は、うん、いいかも。お土産あげる人おらへんし、特に。こんばんは。今日からストイック生活大変やって。そうなんですよ。なんかここ最近なんか牛9月2日のリリーベがあって、それまで8月頑張ってたんですけど、それ終わってから結構あんまり気にせずたくさん食べてしまってたので、あのちょっとプクプクしてきちゃった気がしてるので、顔はねもともとなんですけど、そうなので、ちょっとストイック生活を送ります。そう、プーちゃんも好きだよ。本当ですか。そんな長期間はしないんですけど、ストイック生活ってどんなもん食べる？メカブとか納豆とか、低カロリー高タンパクのもの。普段と変わらないって、なんか普段最近家でいなくて、あんまりご飯の時になんかね、結構お仕事、ありがたいことに結構お仕事が9月は結構充実してて、だからお弁当とかで結構食べちゃってたからと思う。あとはもう完全なる甘いものですね。私は甘党ちゃんなので、とっても食べてしまうので、ちょっと制限します。アイスはちょっと10日ぐらい禁止するよ。てか甘いものをちょっと10日間ぐらいは。美味しそうなアイスたくさん出るのにってね。でもすぐに別になくならんからいいんだ。なんかそれより今はなんかこれからライブとか岸壁ライブとかティフとかあるのに、なんか自分の満足いかない状態でなんか皆様の前に立つのはちょっとなんか嫌なんですよ。
なんかちょっと自分のモチベーションも上がらないというかそうなんですよ。だからちょっとね、そこはあの意識高いめの、すごいプロっぽい発言、プロだわプロだわそうなんですよ。ちょっと一番いい状態の自分でいたいので頑張ります。ちょっと最近甘かった、甘々だった。ふわ、まるでアイドルのような発言だアイドルだわこれでもアイドルだわふふ頑張ってねって、頑張ります。セブンの生チョコアイス食べてね、冬になると出ますね。もう出てた、楽しみです食べるの。ふむ、ご褒美にハーゲンダッツの花もち食べようと思ってるよ。ハーゲンダッツの花もち、去年もね自分の誕生日の時期に毎年出るんですよね。そう、そうなんですよ。嬉しいです。じゃあ今日のフーチャレしよう。今日のフーチャレはメンバーの似顔絵と一人絵しりとりをやって皆さんに当ててもらいたいと思います。じゃじゃーん、一人絵しりとり初めてやる、てか絵しりとりめっちゃ久々にやる。ね、そう、芸術の秋だって、そうだよ、みんな芸術の秋ですよ。確かに、ちょっとプロフィール見ながら書こう。メンバーは Safari。 え、てかさ、ふうさ、 iOS14 にアップデートしたいんですけど、アップデートしたらショールームできなくなる説本当ですか？ショールームできなくなるっていうか、え、そう、 iOS14 にしたいんよ。ねん、そう、めっちゃ早くしたいからしょ、もう早く対応してほしい。めっちゃもうなんかさ、あれやりたいんですよ、知ってますか？iOS14 のさ、アップデートしたらなんか大きい画面、大きいなんかホーム画面に天気とかを大きく、そう、ウィジェットみたいな、それをやりたくって、そう。でもなんかみちゅにそれ、これめっちゃやりたいんよなって昨日みちゅに話したら、なんかでもなんかショールーム対応してないからできんくなるかもしれんよみたいな言われて、マジかと思って、そう、なんでって、おしゃれだからモチベが上がりそう。ほぼパソコンやなって、そう、マジシャンがそう、みちにおすすめしたハンブレッダーズさん。マジシャンガール
君が犯人を負けまぐ、もしかしてふーちゃん iPhone12 買う予定でいます？え、 iPhone12 出るんですか？初めて聞きました。え、 iPhone12？ マジで？マジか。来月？おふーは iPhone10 です。 X。 マジか。わー。ちょうどさ、あのね、こないだね、ソフトバンクの人から電話があって、なんか私2年を迎えたんですよ、もうこの iPhone10 にして。で、2年を迎えて機種変更の際にはまた言ってくださいみたいな言われて、意外と新しいもん好き。なんかこういう機械は新しいもんがいい。なんか画質とか容量とかあるし、 5G 対応とか聞くと、絶対そっちの方がいいやんって思ってしまうから、携帯に関しては絶対新しいもの信者。めっちゃいいやん。わあ、 iPad Air も来月出る。おお、 iPad か。 iPad 風今何プロかな、分からへん。そう、使ってる。スマホは2年サイクルで買えるなんて。うん、 PS5、 プレステはプレステ4にしようかなって思ってきてる。もうなんやねん、結局4にするんかいっていう感じなんですけど、ちょっと、だってゲットできるのが遠い未来そうすぎて。そう、フォールガイズやりたさかって。いや、フォールガイズよりエイペックスやりたい。そっちの方がやりたい今は。じゃあ絵描いてこう。みんなに当ててもらえるかな。こんばんは。今ね、ホームページ見ながら書いてます。こんばんは。アーシャですか？そうだよ。誰かを当てるの？そう、皆さん誰かを当ててください。難しいですね。なんかさなんかさ、アーシャを書くのってさ、むずいね。
あ、フーチャーのテロップです。本当や。なんか人間って感じ。あ、じゃあ。人間描いてんなーって感じの気持ちになる。いや、人間なんですけど。違うじゃん、なんか。もうちょっとでできます。眉毛。できた。アンサーです。せーの、ドン。じゃじゃーん。あ、今まだ正解いないですよ。正解いないですね。歯並び、そう、歯並び綺麗です。めっちゃ口元がキュッてなってる。あ、正解いないですね。全然。あれ、いないですね。眉毛ちょっと適当に書いて。あ、いないですね。あ、違いますね。パセリ、違いますね。2期生です。2期生。レイカちゃんじゃないですね。いた、深夜さん、さこちゃんって。正解です。一人だけ、すごい、さこちゃんでした。やば、一人だけでした。審議中なんで。むずい、嘘、なんで、なんで、嘘結構似てるなって、ちょっと割りながら似てるんじゃないかと思ったんだが、似てないわあ、似てないかもしれない。あら、もうちょっと顔細かったな。似てなかったか。難しいね、難しいですね。ちょっと私の描く絵は難易度が高いのかもしれない。じゃあ一期生にするわ。1期生にする、愛を込めて。じゃあもうやっぱね、3年一緒に活動してるので、これはもういけるよ。やばい、なんかこっちに描きたいのに、ずっと多分さこちゃんが、あの、こっちにさこちゃん描いてるんだけど落書き帳が薄すぎてさ、ずっとさこちゃんが写ってるかも。さこちゃんがみんなのことを見てる私が描いてる間、さこちゃんが見つめてる、みんなのことをどこに行ってもさこちゃん。じゃあ描きます。
反射の時点での髪の長さですね。これは多分ボケてた。できました。これはめっちゃ簡単。これ1個目にすればよかったってぐらい簡単。いきます。それでは続いて、せーの、ドン。正解。ゆきはやさん、コッコ。奥行きさん、コッコ。コッコちゃんですか。正解。コッココ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 コ。おお、いいじゃん。おへが大きいから。これ似てない。でもちょっとコッコちゃんに。シャボンディショットにいそうって。いそう、確かに。ココちゃん、ココ怒ってるって。怒ってないよ、このココ。怒ってるの？ほら、こっちにしよう。はい、ココちゃんに送ってあげよう。確かにサイン入れて、コウコちゃんって書こう。コウコちゃん、ツーショット。わーい、よかった。じゃあ1問は当てれましたね。皆さん、ゆきじゃないか。じゃあ続いてはあれをします。コクちゃんが見てる。続いてはえしりとりをします。そう、スキルんだよ、この紙全部スキルんだよ。スキルトンだからさ、常にみんなのコウコの子から。あ、いいね。はい、じゃん、コウコの子から。あ、これちょっとあれかな。あー、そっか、まだ答えは言わないでおきますかね。あ、言った方がいいのか言わない方がいいのか。
最後に答え合わせにしようか。じゃあこのまま進めますね。風の中のですかね。どうしようかな。続いてこれです。これからのこれ、みんなが想像しといてくださいね。続いてどんな顔だっけな。これでも調べたらダメですね。これです。続いて、やばいやばい、ループに入ってしまった。あー、もういいか。はい、これです。歌いたくなっちゃう。続きまして次の予想しないで、みんな次の予想しないでくださいやだな、変えちゃうもん。変えるもんね。はい、きつなんでもないこれです。続きまして、何しようかな。次これはちょっと送りづらいかもしれん。でもこんな感じだと思うんだ。うわ、焦れてて。
次。はい、何があるかな。はい、やっぱこれですね。次、じゃあ次ラストにしよう。すごい正解の人がいた。じゃあ答え合わせします。じゃじゃーん。まず田中高校から始まりまして、田中高校の子、これはコーヒーでした。でも確かにこれ次の絵見たら分かりますね。なんかコップ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 ってめっちゃあって、ふなんかみんなコーヒーかココアかで迷うかなって思ったらコップだと思って確かにこれはコップだと思って、コーヒーでした。でひし形、ひし形でタヌキ、ねタヌキうまくないですか？タヌキめっちゃうまいな自分でって思った。タヌキ特徴掴んでる？やったー。でキツネ。
これはフーチャレ成功やな、みんなが分かって。これはキツネで寝袋です。なんかタヌキ、キツネ、猫、小豚、タヌキ、キツネ、猫ってね、そこまで行こうと思ったけどちょっとやめました。もう猫猫猫猫ってあったので寝袋にしました。寝袋、これはロシアでした。ロシア、ロシアってこんな形ですよね。ローストビーフ、あ、確かにローストビーフにも見える。ロシアです、ロシア。魚の切り身で、これがアジアです。ほら、日本がいる。なんかと思った。そう、ロシア、アジア。日本の形は適当です。こんな感じじゃない。アミメは何って、アミメは国の境界線かけなかったから分からへんから、こんな感じかなと思って。そう、国境です。アジアの下がワッフルコーンです。あ、そういうことか。これアイスクリームってこと？これが、あ、確かに似てる。これはアイスクリームなんですけど、溶けたアイスって感じ。確かにこれはアイスクリームです。確かに一瞬うちわかと、ああうちわね、確かにね。で、アイスクリームで、ムートンブーツです。イエーイ。ムートンブーツがアリーの土の子でした。最後は土の子です。私の想像する土の子、土の子当たり、そう、土の子当たってる人めっちゃびっくりした、すごーと思って。土の子って来てて、土の子当てれるんやと思って。これはちょっとみんなが外れるように書いたんですけど、土の子足ないよって。土の子見たことあるんですか？おたまじゃくしにしか見えん。じゃあおたまじゃくしはこうよ。おたまじゃくしはこっちよ。ほら、こっちは土の子よ。こうおたまじゃくし、土の子。おたまじゃくし。ウーパールーパー、ウーパールーパーは、ウーパールーパーこんなんよ。全部顔一緒。おお、意外といけた、よかった。フーチャレ一人絵しりとりでした。絵しりとりって楽しい。
なんかメンバーみんなでやりたいな。あ、岩壁ライブの日にやろうかな、楽屋で。フーチャレよかった、成功ですね。これはうまく描けたので。そう、岩壁ライブの日さ、めっちゃ空き時間やばくて、ライブ自体は2部なのでお昼の時間なんですけど、めっちゃ抽選会が遅めの時間なんですよ、毎回。なので、なんかいっぱい遊ぼうと思います。そう、最後です、抽選くじ。激激時間が空いております。じゃあ要所を書いていきたいと思います。髪伸びたって、伸びた、多分、うん、伸びたよ。昨日マス配信で書けなかったので2枚書きます。え、あと1、2、なんかね、30日まで書くって言ってたから、1、2、3、4、5、6、7、え、あと7日、7枚、あ、違うわ、そうや、29までや、そうです、そうです。29日に出せんぞって、20日に出します、間違えた29日に出します。そう、29日に出すよ。明日出してくれて嬉しい、ありがとうございます。なんか、そう、中間発表とかないから、めっちゃ最近すごい不安だなって思うのがめっちゃ大きくて、みんなのツイートを見て安心させてもらってる、いつも。東京都文京区音は、そう、発表はなんか、でも多分ホームページとかではないっぽい感じですと思います。いつかは分かんないんですけど、なんか買ってないそうなんですけど、多分誕生日本当に前後と思う風の10月7、最初の週ではある、最初の週っていうか最初の方の週と思います。でも書いてたよね、上旬みたいな。そう、書いてました。誕生日に発表は、嫌やな。なんか嫌やな。誕生日同じです。お、すごい。7日？
10月上旬予定だって。そう、上旬ってさ、いつのことを言うんですか？なんか世の中的に。10日までくらいかなって。そうなんや。じゃあ10月ほんまにそんぐらいですね。1から10までって。そっか。じゃあ多分本当にそうだと思います。本当にそうだと。って本当にその付近ですね。負けられない戦いやなんて。そうですね。なんかたくさんみんな投票とかしてくれてて、そう、自分もめちゃくちゃもうアイドル人生大きく変わると思うので、ここで多分1位になったらそれくらいの気持ちです。東京都文京区とは123。誕生日ケーキ何食べたい？モンブランも食べたいし、アイスケーキも食べたくて、欲張りなんですよ。だからいっぱい食べたい。でもモンブランかな。アイスケーキ最強説。アイスケーキ美味しいよな。かわいいし。前夜祭当日祭後夜祭。やば、いいね。いいね、いいね。3日間にわたる。何書いてます？洋書を書いてます。白飛びがそう。よし、3 days。 誕生日は一人なんですよ。一人で配信しますね、普通に。そう、7日、誕生日一人でお祝いなんですよ。でも多分予定的に。だから皆さん見に来てください、配信。こんなティー。そう、ケーキ買っちゃおう。コンビニでケーキ買っちゃおう。そう、そう、誕生日当日はぼっちっちですね。そう、でもなんかこの間お話し会の時とかに、ふーちゃんの誕生日ケーキ買って、なんかふーちゃんなんか自分で食べまして言ってくださる方とかいて、めっちゃ嬉しかったです。そう、食べるかいって。そう、でも嬉しい。なんか押してくれてて、推しの誕生日を祝いまして言ってくれて、めっちゃ嬉しい。
でもなんか千穂ちゃんとアイスケーキは食べようって言ってました。食べたいだけなんかこういう時じゃないとさ食べへんやんか。だからそういう理由で食べます楽しみ。クリスマスは、クリスマス去年何してたっけな。握手会とかそんな感じだったかな。クリスマスパーティーっていうのしたことないんですよ。うん、うん、そうなんですよね。チキン食べたい。できた。2枚かきました。じゃーん。鳥。頑張りましょう。あと少しの期間、何日でしたっけ？あと何日なんだろう。今日23やから、今日入れんかったら24、25、26、27、28、29、ほぼ6。あとちょうど1週間、そうだ、ちょうど1週間くらいなんですけど、なんかほんまに最近なんかすごいさ、なんかユニット選抜のことをめっちゃ考える。最近っていうかもうずっとなんですけどね。しかもどうなるか全く読めへんくて、胃が痛いって、胃はまだ痛い、胃は常に割と痛いそうそうなんですよ。でもなんかこう初めて自分で1位になりたいって言ってだからっていうのもあるかもしれへんけど、そうなんかこんなにドキドキする。でも誰が入るかとかも全く分からへんし、なんかどんぐらいの票なんかも分からへんし、全く中間発表がない分すごいドキドキやなと思いますね。怖いですね。でもまあ最後まで皆さんの力と自分の頑張りを信じて1位になれると信じて、あと1週間皆さんと自分を、そう、それで頑張りたいと思います。頑張るぞ。
それ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 、頑張りましょう。私も頑張るってもっと思います。ん、変な日本語。私も頑張りたいと思います。バスケのやつってそう久々に聞いた。そうせやろ、団結大事って。そう、みんなで一致団結して1位を取りましょう。全力で応援します。ありがとうございます。嬉しい。ハッシュタグやぶスタッフ1位への道とかもめちゃくちゃ見てますので、たくさんツイートとかしてくれると私が喜ぶので、はい、そういう理由なんですけど、私が喜ぶのでしてくれると嬉しいですそう、なんかみんなのツイート見て頑張ろうとかすごいたくさん思うので、よかったらしてください。わかりやすい、ごもっともです。なのでぜひよろしくお願いします。お風輝いてるなって。そう、今風白飛びすごいんですよ今日ね。白飛びマンだよ皆さん今日も楽しかったですね。羽見えてきた天使天使天使やってみたいな。オフオフです。明日はマイカー公演ですよ、楽しみ。今日もレッスンでね、すごいね楽しかったんですよ。明日はソラハの生誕祭で、ユミコリンの誕生日の当日でもあるので、これはもう感じです。今日はリゼロエミリアの誕生日、お EMT おめでとうございます。エミリアたんマジ天使、わーすごい、誕生日連続の誕生日ですね。ふむ、リゼロス久々に開こう。全然やってないな最近。EMT そうなのよ。明日楽しみ。マイカオキポにセトリ変わったとか言いましたそうなのよ今日ねなんかマイカのレッスンがあったんですけど、今日でなんかね、オキちゃんだけ来れなかったんですよ、違うお仕事の関係で。でそれがなんか
あの四国のお仕事で、でマイカーのレッスンに来れなくて、そしたらおきちゃんがすごい謎の写真を送ってきたんですよ、グループラインに。すごいなんかおきちゃんがあのグラマラスボインになってる写真を送ってきたんですね。でそれをが送られてきて、急にグループラインに。でそれでみんなで話してたから、その時ちょうど5人で、おきちゃん以外の5人でめっちゃ輪になって話してたんですよ、ちょうど。でその時に LINE が来たから、おきちゃんにって言って、そう、裏切り者って、おきちゃんに四国の女になったのねってすごい言ったり、みんなでめちゃめちゃおきちゃんをいじりました。そうで、なんか5人でこうやって手を重ねてエンジンしてる写真を撮って、もう5人でやっていきますっておきちゃんめちゃめちゃいじってました。セトリ変わったとかもすごい嘘をつきまくりましたみんなで全部セットで変わったからとか全部5人で揃えたからって言ってそうなんですよ、そう言って、おきちゃんをめちゃめちゃいじってましたそう明日はそうそう、女おきちゃんも来るので、しっかり楽しみですね、毎回公演。いつもそのラインですね、割とふざけてますね。そうなのよ。そう。明日も楽しみ。そう、マネカメもあるので、マネカメ配信も見てください。ぜひソラハのファンの方とかね、ぜひ。ゆみこりんの生誕とか終わった後にあのアフタートークがあるので、生誕の時とかめっちゃ良いと思います。あの裏話っぽい感じのも聞けると思うので、ぜひおすすめです。マネカメにもいっぱいレッスンしてね、あ、レッスンしますので、ぜひぜひ。じゃあ今日の一曲歌って終わろうかな。じゃん。今日はずっとずっと歌います。じゃん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 、何がきっかけだけ覚えてない、僕たちが喧嘩したわけ、二人意地っ張りで謝らずに口きかなかった、春に別れて夏が過ぎもう秋が限界だね、耐えられず電話をして僕の前に君がいる、せーの、ずっとずっとそばにいたいよ、君のいない世界は無意味、ずっとずっとそばにいたいよ、僕はやっと気づいたんだ愛に、2番初めて歌います。僕のこの人生
編集しよう、会えなかったこの7ヶ月期コロナの状況や。君も同じ気持ちで待っていたならもう足りなかった。春に悔やんで夏に泣き、そう秋に決心したんだ。もしこれでダメだったらもう恋なんてしないこと。ちゃちゃちゃ、きっときっと君だけなんだ。僕が愛せる女性は一人、きっときっと君だけなんだ。僕の未来必要な人だから。はいはいはい、皆さん、今はコロナでなかなか会えないんですけど、お話し会もできて、私は皆さんの顔が見れてめちゃくちゃ幸せです。そしてあと6日間、オンライン間違えた、1位になるためにたくさん頑張りたいと思います。今日もアカペラですがありがとうございます。それでは最後に一緒にいきます。せーの。ずっとずっとそばにいたいよ、君のいない世界は無意味。ずっとずっとそばにいたいよ、僕はやっと気づいたんだ、愛に。イエーイ、皆さんありがとうございました。今日も配信見てくれてね、めっちゃ2番の歌詞が今に合ってますね。すごい今日ね、ずっとずっとたくさん聴いてたんですけど、めっちゃ会えなかったこの7ヶ月が、約7ヶ月間なのでコロナの会えなかった期間が、わあ今歌っててめっちゃ染みました。明日もマイカー公演ぜひ見てください。よし、それではランキング見ます。30位がポニ太郎、29位がヒロさん、28位がコウスケ、27位がムニタン愛してる、26位がテンパチャールさん、25位がレクア台湾さん、24位がキーホンコンさん、23位がユキハヤ。今年も残り100日やり残しがないように。え、そうなんですか、残り100日、はあ、みんないっぱい思い出作ろう。22位がダダダ岸壁ライブ楽しみって、それな、二次受付の落選とかもうすぐ出るのかな、当選落選。21位がまさし、20位がみったん、19位が奥行きさん、18位がディネおふうとセラピヨシ、17位がリピピ東京今日寒すぎた体調に気をつけてねって、広島今日暑かったかも。16位が長谷川さん、15位がデュラントさんありがとうございました、14位が新誕生日はケーキとふうのチェキで一緒にお祝いするの、うん、ぜひぜひツイートして載せてください見てます、ありがとうございます。10位が平田くありがとう、平田く。12位がとしき明日はがき出してくるよ頑張ろうね、嬉しい、もうめちゃくちゃ頑張ります、みんなの一票がめっちゃ大きいので最後まで頑張りましょう。11位が鳥海さん、なーちゃん神押し D2 ありがとうございます。鳥海さん。10位がナノありがとうございます、ナノ。9位が、くんけんさん、ふーちゃん勉強中、お勉強してくれてるんですか、嬉しい。
じゃあ教えます、たくさん風のことありがとうございます。4位がムニエル、おかんが料理友達に教えてお風に投票してもらったって、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます、すごいめっちゃ嬉しい、おかんにありがとうって言っといてくださいそう、私の友達も学校の友達とかに言って協力してもらったよって言ってくれたり、もうなんか絶対1位になりましょうね、頑張ろう、嬉しいです皆さん、あいや、ありがとうございます。4位がムニエル、もう一回読んじゃった。3位がカズユキ、経験好きです、付き合ってください、すいません、ごめんなさいもうカズユキさん高齢になっちゃって、ありがとうございます、経験よよ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 、ありがとうございます。そして2位がなおフロム北海道、昨日は起きれなくてすいませんでした、今度は絶対起きてください、なお起きてくださいありがとうございます、今日もお休みだもんね、2位はなおでした、爆睡してましただって、いかんばいいかんばい。そして1位はセティン、推しが喜ぶなら追加CD買っちゃうすごいたくさん、もう本当にハガキ出したよ、もう嬉しいです、セティンさんいつもありがとうございます、嬉しい、セティンさん1位ありがとうございました、昨日の配信がもう昔のようだって、確かし、セティンさんお話し会もありがとう、皆さん今日もありがとうございました、配信見てくれて、もうあ1時間で終わろうと思ってたけど、なんか気づいたらめっちゃオーバーしてた、あめっちゃ飛んだって嘘、ほんまやめっちゃ飛んだ、めっちゃ飛んだわ、ごめん、なんでやろう、ぼーっとしてた、9位からめっちゃ飛んでた、ミルクさんあと1週間メンタルお支えしますってか、ありがとうございます、めっちゃ飛んだ、ごめん、すみません、9位がミルクさんありがとうございます、8位がそうめん、冬らしくヘラヘラ頑張っていきましょう、支えます、ありがとうございます、そうだね、なんかヘラヘラしてないと風じゃないもんね、確かにこんな白飛びで言われても困るね、布団に助けてもらって支えてくださってありがとうございます。7位がカナリアさんありがとうございます、カナリアさんありがとう、そして6位がただしありがとうございます、イエイ、ただしありがとうございます、6位、5位がクータさん、そう5位まで飛んだんだ、9位から6位が謎の空白が出てしまった、ありがとうございます、皆さんありがとうございます、そう嬉しいです、頑張りませう、それでは今日もお疲れ様でした、明日も頑張りましょう、明日は夜配信します、マイカー公演の後に配信します、楽しみ、配信見てください、それではあ、おやすみツイートしよう、今日は久しぶりにおやすみってツイートしようかなね、結構前までおはようおやすみボットだったけど、最近ちょっとねちゃんと書けるようになってきたから、でも久しぶりにおやすみツイートするので見てください、それではバイバーイ。